今いろんなものが、便利になったり快適になったりしていってる世の中で、これからどんどんロボットが活躍していくと、笑い話かもしれないけど、そのうちこうロボットが作った野菜をロボットが食べるみたいなね、そんな世界が生まれてくるかもしれないわけですよ。で、最後何が残るんだろうと、それは何年後かわからないけども、人間の心だけだと思うんですよね。ロボットにも他人にも自分の心って奪えないじゃないですか。どんだけなんか機械に洗脳されまくろうが、その瞬間自分の心の中から湧いてくる願望とか希望とか感情って残念ながら誰にも奪えないんですよ。で、僕はそれが人間の価値として、もしくは本質として未来永劫多分残っていくだろうと思っているし、いつか心の時代がやってきて、その心を大事にできる社会になろうよとみんなが思い始めると、目の前の問題とかがね、多分どうでもよくなるんですよ。結構やりたいことはちょっとブレブレで、今は何したらいいかわからない状態です。何でもちょっと考えて、周りがどう思ってるか考えて行動する。理想としては自分は直感でいきたい人間です。どうしても周りのことをちょっと気にしてしまうんで、いい意味でそういうのを気にしない大人になれたらなと思います。コンサルという仕事を辞めてまでも、そのやりがいを求めた中島さんにいつも尊敬する部分があって、人の心を豊かにしたいという、人の役に立つっていう姿がとても尊敬するところです。自分の人生っていうのは自分でしか決められないし、自分で決めるべきものだと僕は思っていてて、誰かに何か言われてやってる時ってそんな別に楽しくないんですよね。楽しいのかもしれないけど、自分で考えて自分でチャレンジして、自分でリスクを背負って取り組んで、思い通りになった時に何物にも代え難い楽しみっていうのがあって、自分の人生を自分で決めるということにも通ずるのかなって思ってます。僕も高校の時までサッカーをしていてて、サッカーを続けたかった。でも自分はそのサッカーで食っていけるつもりなんて全くなかった。食っていける自信もなければ食っていこうとも思ってなかった。ただサッカーずっとやってきたから、高校でも続けられたらいいなと思っていた。でも一方でサッカーじゃないものにも英語に興味があって、留学に行きたいと思っていた。サッカーと留学両方できる高校に、行きたくて、一生懸命受験勉強を頑張って受かって、で1年生の入学式の翌日にサッカー部の練習に行って、「お前留学のコースか、1年2年生の時の1年間留学に行くんだな、そんなやつチームに行ったら士気が下がるから、お前はサッカー部に入るな」って言われて、「ちょっと待て」と、俺サッカーがしたくて留学がしたくてこの学校に来たのに、なぜこれをね奪われてしまうんだと。本当にショックで、もう本当に屈辱的で、目の前が真っ暗で、でもサッカーやりたいが何とかできないかっていうことで、隣の高校、その隣の高校か監督に電話をして、試合に出れなくてもいいから練習だけでもって、みんなこうケンケン電話してくるんだけど、どこもイエスと言ってくれなくて、そんなやつ聞いたことないとかね、それは聞いたことないだろうと思いながらね 結局僕はだからサッカーを続ける環境が残念ながらなくなってしまったんですよ。サッカーをしたかったんだけど。でも当時はものすごくその監督のことがね、憎かったんですよ。なんでそんな人のね人生をお前に決められんだと、俺は俺の人生こうしたくてこの学校に来たのに、なんであなたが俺の人生をそこでストップさせるんだ、そんなことありえないだろうと思ってたんだけど、今考えるとあれがあったから岡田さんに出会った。サッカーができない、仕方ない、
留学頑張ろう、一生懸命英語を勉強して大学ではもう一回海外に行こうと思えた。で、海外の大学を卒業したから前の会社で海外採用枠の中でオファーをもらえた、雇ってもらえた、一緒に働こうって言ってもらえた。そしたらその1年後ぐらいに岡田さんがその会社に来て講演をしてくださって、素晴らしい話をしてくださって、あ、これだと思って今に至るんですけど、ラッキーって今考えたらラッキーやなみたいな。もう監督の名前すら覚えてないけど、これラッキーやみたいな、常にそう思ってる。ありがたいなみたいな。あそこでサッカー部って絶対出会ってない、絶対に出会ってない。だけどまあ諦めて違うことをして、その世界で楽しみを見つけて、もっともっとって思ってチャレンジを続けてる間に会うべく人に出会えたっていうか。こんにちは。こんにちは。お願いします。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。全て中途半端なところで諦めてしまったり、やめてしまったりすることが多いんで、そういう部分で突き詰めることができなくて、自分が嫌になってどんどんやめていくことが多いのかなと思います。いろいろ仕事があったと、マルチタスクがあった時に、一つがちゃんとやってるのにもう一つがちょっとおろそかになってしまってて、でこっちの方はちゃんとやってるけど、こっちのはやってへんからそういう評価に見られるっていうのもあって、50-50じゃないですけど、そういう取り組む姿勢だったりするのが本当に難しくて、多分自分はどっちかに絞らないと、あ、ちょっとつ申し難いな。そうですね、なかなか頭に入ってこないって感じです。まあそれも個性やからね。何でもこうマルチタスクができる人もいれば、もう僕は160キロの直球しか投げれませんみたいなピッチャーもいるわけじゃないですか。まあ個性だから自分を認めてあげることなんじゃないかな。自分が自分を否定しだすともう誰も助けてくれないから、あ、そういう自分もいるんだなっていう、あ、なんか否定されて悩んでる自分もいるなとか、あ、マルチタスクできねえなって悩んでる俺もいるなとか、しかも実際できてなくて怒られて余計へこんでる俺もいるなみたいなまあ自分をもう自分で認めてあげるしか仕方ないですよね。あとはなんか予期せぬことが起こっても、まあ、もうしゃあないっていう、自分にできる、自分に変えれるものと自分に変えれないものっていうのは必ず世の中にあるので、自分に変えれないものだったらしゃあないって思うけど、自分に変えれるものは、まあ、真摯にひたむきに謙虚にまっすぐ取り込むいう姿勢で全然なんか変わっちゃうんじゃないかな。自分を認めてあげるっていうか、ことあることに、自分はこう思ってるんだけど、同僚だったり上司に相談をしたら全く違う視点で反対のことを言われる、あれ、俺ひょっとしたら経営者と同じ目線で今仕事ができてないんじゃないかなって悩むことはあります。これじゃあ会社の役に立てないんじゃないかなって、自分が経営企画室って場所で働いていて、でも経営者と同じ目線になれないと悩むわけですよね。あれ、これ俺まずいんじゃないかなって思うって自己嫌悪に陥ることなんかもう日常茶飯事ですよ。だけど自己嫌悪に陥ってる間はまだ成長の余地が、反省ができると成長ができるので、それすらもう感じなかったらちょっとまずいけど、あ、やべえなとかって思ってるじゃ全然大丈夫。反省をすればいいから、ごめんなさいの反省じゃなくて追体験というか、自分がなんでそう思っちゃったんだろうとか、なんでそうやっちゃったんだろうっていうことを棚卸しをするだけなんですね。自分を否定する必要はなくて棚卸しをして、あ、そういう自分がそこにはいた、次どうしようって思えるだけで全然変わっちゃうかな。振り返ることが大切。そう、振り返りまくり、振り返らないと成長できないからね。
振り返って初めて分かるものっていうのがあって、僕らの仕事も結局そうだと思っていて、て今一生懸命こうやっていろんな人に来てくれとか、ありがとうとか、この街がちょっと元気になったって言っていることって、まあ、過去の積み重ねがあるからそう言ってくれる人がいたり、自分たちでもこういう歴史があったんですっていうふうに話すことができる、そうやって振り返ってるからできる。小さい時はこんな田舎町から出ていきたいって思ってた人がいたとしても、何か僕らがそうやって夢を追いかけて、サッカーっていう競技で一つずつ歩を進めていこうとする姿に感動を覚えてくださって、あの町に帰ったらまた幸せな日々があるかもなとか、仕事で県外に出ちゃったけど年に1回はまたあの町に帰りたいなとか、もしくは観光でたまたま来ていた人が、なんかわかんないけど今治って町心地よかったなと、また行きたいなって、そういう人が町にあふれると幸せなのかなっていうふうには思いますね。仕事ってこういうものだみたいなのはあんまり正直考えたことがなくって、どう生きたいかっていうことしか考えたことないんですよね。どう働きたいかとかっていうのは正直あんまり考えたことはなくて、ただ仕事を通じて得られる達成感とか、まあ、好きなことはありがとうって書いてますけど、僕も好きでお客さんにありがとうって言ってもらえる瞬間とか、まあ、世の中に何か自分たちが一生懸命やったものとかことが残っていく、まあ、そういうことが楽しいなと思って、まあ、仕事をしてるんですけど、だからやりがいとか働きがいは僕の中にあんまないんですよ、どんなことをしてても。だけど生きがいはあるんですよ。やりがい働きがいじゃなくて、僕にとっては生きがいがあるかどうかなんですよね。生きがいを感じれるものだったら、多分甲川さんがおっしゃるやりがい働きがいっていうのは自分でどこかで感じているのかもなって思う。だけど人生、まあ、100年生きたとして働いてる時間って確かに長いけど、働いてない時間も存在するわけじゃないですか。家族との時間とか、仕事を辞めてからの老後とか、ペットと散歩する時間とかね、そのトータルで考えた時にどう生きたいかだと思うんだよね。それが生きがいであると思うし、その生きがいを感じているんだったら、おのずと働きがいとかやりがいとかも感じていれる人間になるんじゃないかなっていうふうに僕自身は思いますね。今日ここにこうやってお母さんがいらっしゃって、わざわざ大阪からはるばる愛媛県の今治市までお越しいただいたと思うんですけども、僕に初めて電話をかけてくれた時、まあ、何言ってるかよく分かんないわけですよ。たどたどしいし、なんか大学大阪あるからどうのこうのとか、大人インターンでとか、もうインターンをしたいと言ってるのか、大人になんか聞きたいって言ってる、何なんだと思いながらも、でも一生懸命なの伝わるわけですよね。あ、何かこの人は自分の思いがあって、悩みとか不安とかありながらも、今は少なくともこの電話を一生懸命かけて僕に話そうとしてくれてるっていうことは、僕は素晴らしいことだと思うし、自分が見つけたチャンス、自分が出会った一期一会の機会をなんとか生かそうと信じて一歩踏み出してる。で、これができるのは自分だけなんですよね。他人にお前電話をかけろって言われることはたくさんあっても、電話をかけるのは自分なんですよね。シュートを打つのも決めるのは自分なんですよね。それはすごく人生において大事な力だと思うし、些細なことかもしれないけれども、きっとこの先大学生活の中でもそうだし、その後の社会人ないしはその長い目で見た時の人生においてすごく大事な経験になるんじゃないかなっていうふうには思いますね。自分的には結構すっきりしていて、仕事に対して自分が思ってたイメージは本当に堅苦しいやりがいとかお金の面だったりとか、自分はプライベートと仕事は別の
ものかなと思ってたんですけど、中島さんは生きていく中での仕事って考えていて、まあ、自分の中では全くなかったので、そういう面では知れたっていうことが一番大きなことだと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もういつでも来てください。ありがとうございます。あのきっとこれからいろんな方に出会って、大学でもいろんなお友達を作って、まあ、いろんな方に出会っていろんな経験をされて、少しずつ、まあ、前に歩を進めていくと思うんですけど、コカさんに会いたいなっていう学生がきっとこれから先出てくるんじゃないかなと思ってますので、あの期待していますし、あの僕もまた会えたらなと思っています。本当に今日どうも一日ありがとうございました。人を楽しませるためにまず自分が楽しむ、自分が楽しまへんかったら他の人にそれが伝染しひんと思うし、まず自分が発信していけるような人間になっていければなと思います。